しかし8回から共栄学園も岩倉のエラーなどもあって、ここでサードボールを落としてしまいます。その間にセカンドランナーが三塁を回ってホームイン。これで2対1、1点差。そして笹本、これもホームは打ち取りました。ただ落としてしまった。その間に生還して2対2の同点。守備のエラーで同点に追いつかれました。しかし9回です。岩倉センター前、浅沼の2点タイムリーヒット。これで2者帰って4対2。9回の裏、大野がマウンドに上がりました。センター前、これがワンバウンドで落ちます。この処理も良かったと言ってましたね。そうですね。これで1点を返しました。ツーアウトでした。打席は途中から入っている斉藤、打ち取った当たりでした。日差しもあったのかもありません。落としてしまい、セカンドランナーまで帰ってサヨナラ5対4。最後はサヨナラタイムリーエラーという形でしたが、共栄学園が初のベスト4から決勝進出、一番乗りということになりました。